マウリツェオガンツはイタリアウーディネ・ケントルメッツォ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。現在は AC ミランの女子チームで監督を務めている。セリエ A を代表するテントリアであり、いつもゴールを決める男というあだ名がある。UC サンプドリアでのデビュー後は、インテルミラノ、AC ミラン、アクフ・フィオレンティーナを含む多くのクラブを渡り歩き、2007年に 引退した。現役通算469試合204得点。1995から95シーズンにインテルに移籍し2シーズン連続2桁ゴールを決めるなどリーグ戦68試合36ゴールを挙げた。1996から97シーズンは UEFA カップで最多得点となる8ゴールを決めチームを決勝に導いた。 またライバルクラブである AC ミラに移籍後の1998-99シーズンはミラノダービーでゴールを決めるなどいくつかの重要なゴールを決め優勝に貢献した。2007年の FC プロベルチェリが最後の所属クラブとなった。イタリア代表には1993年に2度招集されたが出場することはなかった。またパダーニア代表として ビバワールドカップで一試合出場し、ハットトリックを記録している。2014年にスイスゴブリーグの FC アスコーナで監督を務める。2019から20シーズンより AC ミランの女子チームにおいて指揮官に就任することが発表された。契約期間は2年間。息子のシモーネガンツはミランのユース出身のプロサッカー選手である。ありがとうございます。